こんにちは。今日は、前回に、パテをこの中に、塗りました。で、1日2日、乾いたところで、第2回目のパテを施すんですけれども、それを施す前に、中を、まあ、あのパテ塗って、まあ、デコボコなもので、少し揃えてから次を塗るということなんですが、この通り中はもう真っ暗で何も見えません。でそこで、前回も塗るときに照明っていうことで中を照らしましたが、その照明をつけると削るときも削りやすいので、照明をちょっとつけます。前回は、こういった形の照明をつけましたね。LED が12個、ここに12個ね、ついてましたね。こういったこれは電池がここに、4個ついてた分を、取り外した分なんですが、そこに、従来の家庭用電気からここへつけるんですけれども、それを、こういうアダプターね、こういうアダプター、携帯電話の充電器のアダプターで、5V に下げて、でこれに接続でしたね、うん、でこれをコンセントに挿してます。はい、このように電気が12個の LED がつきましたね。でここに取り付けますと、このように中が見えやすくなりますね。でこういった電気を照明なんですけれども、こういう照明を、まあ、あらゆる照明を作ってますので、ちょっと紹介します。まあ、削るための照明ですけども、こういった形の、こういった形の照明ね、これ洗濯バサミで尺八を挟んで、ここからね、LED が、これは4個です。 LED4 個で、これが差し込みね、この差し込みを再び携帯の充電器の差し込みに挿しましたね。 LED4 個、このような光です。でこれに108をつけますね。こういった形でできます、ね、でこれで中が見えますね。で、こういった形で
パテつけた後、1日か2日乾かして、ガタガタのところをこういうペーパーで専用ペーパーで、揃えます。中に入れて揃えますね。で揃えてからまた2度目3度目と置いて、パテを地漬け、ね、地漬けという形でパテをつけます。でパテをつけてはこういった形で削って、照明をつけて削ってっていう形になります。で、照明がこれあの2番目の照明、まあ、番数は関係ないんやけれどもね、もう一つ同じような照明があります。こういった形、長くずっと伸びて線がついてる。また前にも、まあ、アンテナの先に電気 LED、 今度は1個、ここに LED1 個つけました。ちょっと挿してみますので、こういった形でつきますね。でこれを、見えるかな、これを奥からずっと手前まで、手前までこうずーっとこう、ここからこうずーっと見ていけるんですね。内視鏡のような形でずーっとこう見ていきますね、最後までね。でこういう風な照明も作りましたね。ずーっとこうずーっとこう表へ出てくるのね。ずーっとこの部門部門でこうずーっと見て、あここがちょっとへこんでるとか、あ出っ張ってるとかいうのを探るために、それとこれは長い尺八ね、私作ってるあのロングタイプの尺八を作る場合非常に便利で、これをずーっと奥まで刺していくんですね。ほんで悪い箇所を発見します。それで削ったりつけたりします、パテをね。でこういって3種類の電気をこちらへましたね。またまだ何にも施してないような時も、これでね、この黒竹の方はまだ何もしてないんでね、漆を塗っただけなんですけどもね、これね、こういう時も何かないかっていうことで、障害物っていうか、ね、あの竹の薄膜みたいなのも残ってないかいうことで、調べますね。こういった形で正面で中を調べます。で、こういった形で非常に多種多様な照明を作っております。で、まあ、分かるようにしてます。でこれも全部、研究開発、自分で考えて考案して作ってます。それとどこにでも持っていけれるような、これバッテリーなんですけどもね、バッテリーにこのような形、バッテリーに差し込むんですね。これをここへこうね、ここへこう差し込んだら、こっち側に LED の1個、これもね、1個こっちかな、はい、ここに挟むんですね。挟んだらこう
こうね、でこれでこれで曲がりますね。どんなに曲げてもいけますか。これはまあもちろんこれはね、足元に、すみません、ちょっと動かします。足元に置いて下へ向いて、下へ向いて長い照明を下へ向いて削ったり、つけたり磨いたりするときに、こういうふうに足元に置きます。足元に置きますね。でこういうふうにいろんな部門で開発しています。で、正面でくるくる回ってるのは、削った中を削った、ここにペーパーにカスがつきますので、このカスが、回りながらあそこで吸引してます。台所のシロッコファンというファンをこの机の上にセットしてますので、でこれで回ってるのがパームヤシのタワシのやつをまっすぐに伸ばして、チャックで、つけてます。で、まあ、このように、これをここに持っていたら、ここについたゴミが全部取れて、この中へ吸引ですね、中に吸引という形で、ここが掃除っていう形で目詰まりを取ります。これのね、まあ、こういった形でいろいろと考えてます。それと先ほどの分の電池は、こういった電動ドリルの電池、この電池ね、ここからこう抜けますね。抜けた分で先ほどのやつを これね、こういった電池を使います。で、ここの部分ね、ここにはまるここの部分はこの中に、だからこれ電動ドリルが壊れた分で、ここの分をの中の分をこれですね、ここに入ってる分を取り出して、線をそのまま使って LED につないで、ビニールテープで巻いただけです。だからどないでも曲がるとね。だからこれを、この電池をペタッと床に置いて、これを差し込んですれば、こう差して下に床に置いてすれば、床から108下へ向いて、いろんなことができると、照明で見ていろんなことができるというふうに、まあ次から次考えて108を作っています。こういった形で作ってますね。ね。
は黒竹で太いのがありましたので、真鍮のネジ式でインナー中だけの分で作ってみました。でここのところをね、また何かこう綺麗な形の分を貼り付けて、で、コーティングします。そうするとここで綺麗なもんでピタッと、ここが通るでしょ。でここに、金でも銀でもこう巻きつけますと本当に綺麗な尺八ができます。黒竹の尺八ね、象牙を入れましたね、ここにね。でこういったもので仕上がってきます。だから、まあ、さっき言ったように照明も大事です。でいろんなことをやっぱり考えてやってますので、まあ、よろしくお願いします。以上です。